たね。てんてれー、ドッキリでした。てんてれー。だよねね、リミの部屋気になってリミの部屋あげたら、って感じだった。どう？ダンボールとか。びっくりした？びっくりしたよ、一瞬で見た時ね。やってくれたな、ちょっと、遠慮せず中に入ってくれていただいていいですか？それでいいの？ダメだね。ひーちゃん見てよ、これ。ハッピーハロウィン。夢の国じゃないが、ここミッキーの夢の国じゃ、ありません。ディーリー、ごめんね。ちいちゃんがちっちゃく見える。ほんとスクイーズに囲まれてる部屋。いいよ。あ、どうしよう。後ろから。イエーイ。気持ちいい。めっちゃね、開けた瞬間ね、いい匂いよね。うん。ブワーってしてて。うん。見た瞬間に、いろんなカラフルなスケーツが、わーってなって、うん、やってくれたなって思った。過去2回目。でもちょっと嬉しかったでしょ？嬉しかった。久々のスクイーズだよ。お久しぶりってママ挨拶しちゃったもん。嬉しかった。嬉しかったでしょ。ドッキリしてくれて嬉しかった。よかった。久々のドッキリだったでしょ。めっちゃいい。でもまだ手洗ってないんだよね。ランドセル。あ、そっか。じゃあちょっと一旦ね、手とか洗って改めてしましょう。しほさん、どうですか、スクイーズに囲まれた宿題は。普通ですね。前はこっちだから全然見えません。そっか、振り向けばスクイーズみたいな。そんな感じ。どうですか。友達呼びたい。友達呼びたい。確かにやばいこれね。素早くちょっとこのままになりそうです。数日は。はい、じゃあね、今日スクイーズドッキリ分けました。どうでしたか。最初はびっくりしました。でもなんかさ、すぐ部屋を出てったような感じだったけど、すぐ閉めたでしょ、扉。開けて閉めた。でかリミの部屋見て、うん、そっか。はい、じゃあね、ちょっと何個かね、またこのスクイーズをこうやってここにスクイーズを集合させるのは最後だと思うので、何かしらね、もう2つぐらいはなんかこのスクイーズたちと一緒に撮影したいなっていう気持ちがありますね。はい、はい、じゃあとりあえず今日はね、ドッキリをしましたということで。はい、じゃあ宿題頑張ってください。バイバイ。さっき夜食べました。めっちゃ美味しかったです。あれはおすすめ。シャリちゃんのしほとリミだ。はい、というわけで今回はね、スクイーズをこの前ね、しほちゃんにドッキリして、一応ね、ここに部屋に大量のねスクイーズが大丈夫ですかあるんですけど、はい、まあまた箱にね詰めていきたいんですけど、その前にお部屋にね置いときたいスクイーズって中にはあるのかなと思って、それをね今日はね選んでもらいたいと思います。はーい。ね、まあスクイーズね、いろいろね、ほんと思い出がいっぱいかな。はい、はい、はい本当にね、本当にもう数がねすごいんですけどね。でもなんか久しぶりにさ触ったりするとやっぱしいいもんだね。いいよね。ね。いいな。皮むくやつだ。皮むくやつ。あ、懐かしいゲーセンでね。ん？リミ何？リミの飛び込みタイム。飛び込む？いや。気をつけてよ。痛いものあるから。
大丈夫気持ちよさそう。神太郎、え、起きてたか。何、何いた。神太郎、神太郎いた。同じスクイーズが2個もあった。ん、なんかブサイク。あ、そうそうそう、それなんかさ、くじ引きとかでさ、当たってダブっちゃったやつ。え、同じスクイーズがね、あった。なんで、んくじ引きとかで。なになになに、なにそれ、何してんの。いいですか、りみさん。はい、はい、じゃあ選びましょう。でこうね、昔をちょっと思い出しながら、思い出に浸ろうという回でございます。イエーイ。ねえねえ、これって普通のイチゴなかったっけ。普通のイチゴ、普通のイチゴもあるはずだよ。ということでね、最初にこちらの目玉焼きのトースになります。こちらをね、よくクレーンゲームでやりましたね。思い出の品です。次にね、こちらも思い出。1年前かなにね、なんか作ったのね、原宿で作ったね。原宿でそう、うん、作ったの。上手でしょ。次にね、こちらの香水ちゃんたち、こちらはですね、日本スクイーズセンターさんの商品で。これね、飾ったら可愛いよね。飾ったら可愛いと思って、いつもありがとうございます。次にね、こちらの花束のスクイーズ、これ可愛いよね。これめちゃくちゃ可愛くて、ママも飾ろうかと思ったけど、しほちゃんが飾るらしいので。はい、次にこちらのね、なんだっけこれ、なんで、なんにゃんぱんケーキ。にゃんぱんケーキ可愛いね。可愛いです。しほちゃんはピンクね。はい、次にこちらのアルパカです。え、なんでアルパカかというと、私アルパカになんです。似てません。めっちゃ似てますよね。ね、今ちなみに可愛いよね、このアルパカ。目バッチリだよ、目バッチリ。耳はコアラ。うん、な、見て、めっちゃ似てるよね。似てないよ。ね、耳、何の動物に似てる。リミは黒。はい、分かったから、はい、次行ってください。リモンギットだけ。わぁ。はい、じゃあ次、はい、じゃんじゃん行きましょう。え、こちらはスクイーズ作りたいなと思って取ってきます。これもちょっと一緒にね、入ってました。こちらはチーズケーキ。チーズケーキ、これもね、かわいいよね。こちらも柔らかいです、うん。次にね、大きなしっとりパン、このシリーズ4個4個。あ、4個ね、かける4です。これもゲーセンでいっぱい取ったしね。イエーイ。落ちそう落ちそう落ちそう。わー、はーい、これはかわいいです。あ、待って、5にするわ。あ、ピンクのやつね。かける5です。次にね、こちらのね、石鹸です。わお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 。そう、これもね、あ、これさ、あの、わおって続きさ、あの連続にしといてね。わおわおわおってしといてね。ね、これ反対やしちゃん。あ、逆逆逆。こちらのね、こちらもね、匂いがいいんだよね。そう、日本スクイーズセンターさんで、す、うん。これもいいです。いいです、めっちゃ可愛い、うん。次にね、こちらのね、めっちゃ巨大のね、うん、ピーチ。わ、これはキングだっけ。これはアイラブピーチのキング。焼きたてキングじゃないよ、食いしん坊。食いしん坊。これアイラブピーチのアイラブピーチのキングです。イエイ。餃子、餃子。どんだけ食いしん坊。ほら、可愛くない。お腹空いたの。うん、可愛い。じゃあそれもね、ほうれん草じゃないし、キャプリッチ。あと以上かな。それと、あ、チキン、食いしん坊。クイズ出すよ。待って、これとブロッコリー、これとパン、これと
牛乳浸しパン、これとクロワッサン、これと映ってる、これとこれとこれと、これです。はい、こんな感じ、以上かな。はい、以上です。一応ね、とりあえず以上なんですけど、まあちょっと片付けててね、またね、あ、これもこれもって出てくるかもしれないんですけど、ちょっと今さっとね、あの見た感じではこんな感じかな。はい、はい、じゃあ次リミちゃん行きましょう。次はリミです。じゃん、これ、うん、ひーちゃんとさっきちぎったやつだね。ひーちゃんこっち、うん、はい、じゃあリミちゃん、はい、次じゃんじゃんいきます。これ、うん、そう、ここにある、うん、パン、パン、そう、チュブチュブ、チュブチュブ、何それ、にゅるにゅる、あー、それか、それ好きなんだ。おお、いいね。っていうかね、ちょっとね、水系スクイーズはね、ちょっと今部屋の中にね置いてないんですよ。踏んだらちょっとやばそうだったんで。これ水系じゃないの？そう、これはわかんない、紛れちゃってたのかもしれない。ガチャガチャとかのはね、紛れちゃってるかもしれなくて、大きい水系とかは今ね別の箱に入って、ちょっと別の部屋に保管してます。アイスの、あ、アイスのね、懐かしい、あれじゃ、マザーガーデンのさ、やつ、アイスの下減った。すげえ。青りんごとか。ああ、好きなんだよね、リミこれね。これお菓子のやつ。お菓子。うん。お菓子。今日それ嫌い。なんで？しょうちゃん嫌いなんだよ、なんか。すげえ。うん。あ、かわいいくまちゃん。牛乳浸しパン、これは鉄板ですね。鉄板？うん。鉄板？うん。焼く？違うわ。あ、これ好きだったね、懐かしい、バブリー、バブちゃんのパンダ、パンちゃん、パンちゃん、そのパンちゃん、あ、これリミが作ったやつだ、ドーナツ、リ、Rって書いたんでしょ、R、うん、リミのリの R ね、同じです。うん、はい、ちーちゃんのこれ何、ないの、はい、次、次、次作ったシリーズ、うん、あ、これね、リミが作った、ハロウィンに作ったやつ、お化け上手、うん、上手にできた。あ、これハピバニーチャンネルさんがね、ママさんが作ってくれたやつね、今でもね、ちゃんとほんとしっかりしてて、これもね、プニプニ大好きね、うん、大好きです。ジョーさん、あ、ジョーさんね、ジョー、わかったわかった、もういいから、羊、羊、あ、羊かわいい、リミ好きそう、あ、ここ出ちゃった、まいや、はい、次、あ、ニャンパンケーキの茶色版、あ、これはね、もうなんか100均で売ってたやつあったから、そう、これであれ作ったんだよね、あのお化け、あー、そうそうそう、これを、これ100均で売ってたおもちゃなんだけど、この中のスポンジを取り除いて、あのお化け作ったの。懐かしいね。うん、懐かしい。リミはこれぐらいかな。あ、あとマザーガーデンの箱入りのスクイーズ3つかな。うん。これだよね、箱入りのマザーガーデンのやつ。今で、これハロウィンだね。牛乳飲む？飲まない。これが今の時期ちょうどいいかも。食べちゃうよ。これね、ほら、クリスマスに今の時期にぴったりのスクイーズで、これがね、バレンタインのチョコレート、かわいいの、これ、これかわいい、こんなもんかな、はい、はい、こんなもんです、こんなもんね、はい、とりあえずね、こんなもんです。まあ、あともね、別に箱にしまうだけなので、ちょっとすぐ触れなくなっちゃうかもっていう感じで、別にね、あの、捨てちゃうとかじゃないので、安心してください。履いてますよ。履いてますよ。履いてますか？履いてます。履いてなかったらやばいよ。うん。特にリミはこのスクイーズが大好きなんでしょ？うん。ハロウィンで3人で作ったんだよね。ママとしーちゃんとリミで。ママはかぼちゃだったけどね。うん。どうした？
どうしたの？懐かしくなっちゃった。あの頃はね、よくね、スクイーズとかね、作ったよね。うん。手作りスクイーズとかね。はい、じゃあ。うん。懐かしくなっちゃった、幼稚園の頃。なんかほんとさ、なんかスクイーズ見るとあの頃、ほんと蘇ってくるよね。だってさ、しおりみチャンネルがさ、1万人行ったとかさ、うーみさんに専属になれたとかも、ほんとスクイーズをやってたっていうのもあるじゃん。ある。だから、ほんとスクイーズにはね、ほんとに感謝というか、なんだろう。ほんとにこう、できればずっとこうやってね、置いといてあげたいんだけど、さすがにね、生活ができないぐらい増えちゃったので、ちょっと一部はね、やっぱね、箱にね、一部というか、一部を逆に飾っといて、他はちょっとね、箱にしまってね、保管とか、あと、お友達とかにね、配ってあげたいなっていう感じです。ピミ、ピミ、ピミさん。急に元気なくなっちゃった。あの頃思い出すね。はい、じゃあね。やっほい。はい、じゃあね。大丈夫？痛い？踏んじゃった？リミがね、今ね、スクイーズ踏んじゃって足痛いんだって。大丈夫？これだよ、これ踏んだの。これ見て、もう牢屋に入ってるよ、ちょうど。自分ごめんね、ごめんねって言ってごめんねって。ほんとこれだ、これ踏んじゃった。これちょっと硬いから別のとこ置いとくね、今の。じゃあまたね。それではバイバイ。バイバイ。やるか。ひーちゃん、バイバイ。